皆さんこんにちは、フローインナショナルトレーナーの竹口です。今回はアダクション、アブダクションというですね、股関節周辺に関連するトレーニングをご紹介していきます。主に下半身がターゲットになりますが、その中でも内転筋群、内ももであったりとかお尻の横なんかが主なターゲットになっていきますので、そのあたりがしっかり使えてるかなっていうのを確認しながら、ぜひ皆さんもチャレンジをしてみてください。この種目で使っていくパッドなんですけれども、この2番のパッド1枚だけあればやっていただける種目になります。このようにパッドを置いていただいて、その上に片足を乗せましょう。で、もう片方の足はボードの外に出しておきます。この状態から、パッドに乗っている足を横に広げていって戻してくるというのが、こういった単純な種目になっているんですけれども、重心はしっかりと両足の真ん中にあります。ですので、軸足だけに体重が残っちゃって足だけ滑らせているというような話になると、ちょっと目的が変わってきます。また、足を滑らせるまではよかったんだけど、戻すときに軸足に体重移動してから足を引っ張ってくるような形になるんではなくて、しっかりと開いた足、床を擦るように閉じてくる。そうすると、両足の内転筋群がしっかりとよく使えてくる。またこの時にブレーシング、腹圧が高い状態でできると内転筋のアシストになるので、比較的ダイナミックな動作ができますが、お腹の力が抜けてしまっているとダイレクトに内転筋だけに負担が来てしまうので、結構ハードな種目になってしまうので、しっかりと全身を使ってお腹周りの腹圧が抜けないようにしながらやってみてください。はい、それでは片足はボードの外、もう片方の足はパッドに乗っている状態で立っています。頭の位置が高くなるように長い軸を作るように意識をしてください。では足を滑らせていきましょう。両足均等にしっかりと体重をかけて、重心は常に両足の真ん中にあることを確認しましょう。しっかりと太いウエストを意識して、足だけに頼らないように、肩に余計な力が入らないようにお腹周りに力を集中して、内ももを使えているなっていうのを確認しながら行いましょう。さあ、最後に1回行います。はい、終了です。